皆さんこんにちは、七海英子です。いや最近夕立多いですよね。急に豪雨とかね、雷雨ありますけど、実はね、私雷大好きなんですよ。だって自然の織りなす美しい芸術だと思いませんか？あのね、ゴロゴロっていう音と稲妻がね、もう見ると興奮しちゃいますね。雷だと思うと外に出たくなる私です。はい、そんな夕立の多いこの夏休み真っ只中、小学生の皆さんはこのスマホでラジオは聞いてないかな。ですね、あの小学生向けに、夏休みの宿題のいいご提案があります。と言いますかですね、実は私の出演情報なんですけれども、住友 3M、ね、文房具など、の有名な住友 3M さんのホームページに毎日作ろう夏休みファミリー工作という、ページがあります。そこで8月の1ヶ月間毎日日替わりの題材でですね、工作の工程が動画で紹介されています。でカレンダーの日付をクリックすると各日のですね動画が視聴できるようになっておりまして、私はなんと17日もう過ぎてますが、17日のヘビさんと26日のバスケットと31日、8月の最後ですね、31日の自動車のキャラクターの声を担当させていただいておりますので、小学生の皆様じゃない方もですね、ぜひご覧いただければと思います。はい、というわけでですね、今日も最初はラジオドラマからスタートいたしますが、どうなることでしょうか。ちょっと今日はえっていう感じの展開になっておりますが、期待してお聞きいただきたいと思います。あー、ちょっとね、もう喉が渇いちゃって、今本番始まる直前に目の前の自販機でペットボトルの水を買ってきましたが、もうなんか口の中がカラカラです。CM に早く入らないかな、そしたら喉を潤せるのになってごめんなさい。はい、ね、そう、先日リンパ腺が腫れてしまったということをお伝えしましたが、なんとかお医者さんに2回目見ていただいて無事に治っておりました。ご心配おかけしました。はい、では CM 明けはラジオドラマでお楽しみください。